時刻は夜7時を回りました。皆さんこんばんは。こんばんは。日田健こと司法書士の日高健一です。 JD マッキーです。今夜も皆様が聞いて得するさまざまな知識をお届けします。30分間どうぞお付き合いください。はい、はい。今日はですね、今日特別な日なんですよ。え、何ですか？特別な日何だと思います？今日何の日？あ、アメリカの独立記念日ですね。もうあるけど、え、マッキーは特別な日じゃないの？あ、そうですアメリカのはい、うちにマッキーがですね、JD マッキーが、はい、今日お誕生日ですね。そうなんですよ。はい、お誕生日おめでとうございます。また一つ大人になって今日で22になりました。 22? はい、すげえなー、22歳。全然実感湧かないです。でもおー一番いい時ぐらいじゃない？年取った感じなの？もういやー、またそう、なんかでもあっという間でしたね。あっという間で、あっという間に、はい、まあいいんじゃない、いい年の取り方を、また一つ素敵な一つをはい、はい、22なんだ。綺麗な、ね、素敵な大人になれたらいいなと思います。おー、いいですねそっか、誕生日ってやっぱりいいよね。なんか特別、何か、うんうん、なんか幸せな気持ちになりました。朝起きてすぐ親、お母さんとかお父さんに誕生日だね今日って言って、うん、おめでとうって言われたのが嬉しくてなんかちょっと特別だなって思いました。そっか、覚えててくれてね、はい、うん、いいよね。でさ、今 Facebook でさ、友達だったらさ、はい、お誕生日ですって出てくるじゃん。あ、出てきます。しかも年齢も出てくるよね。あ、そうなんですか？そうそうそう。だから、知らなかった。あの、男性もそうだけど女性もそうなんだけど、あ、この年なんだっていうのがさ、分かってしまうっていうか、結構バレちゃうんですね。そうそうそう。でね、女性でね、途中で消えてる人がいた、年齢が。え、うん、何歳って出てたんだけど、朝出て、あ、この人ってこんな年だったんだってなったんだけど夕方見たら消えてた。やっぱちょっと隠したい乙女心、ね、なのかなと思っててそんなこともあったね、はい、そういうの設定できるんですね。うん、まあそういう風になってるね。あのね、あ、まあこう言ったらあの、今日ね、あの、告別式行ってきたの、はい、うん、で知り合いの不動産会社の社長さんなんだけども、はい、僕がね、開業当初からとってもお世話になってね、女性、バリバリの女性社長だったんで、不動産屋さんので、急な病気でね、ちょっと今日亡くなったんだけども、あの、急な、もう突然だったんだけども、ね、この女性社長、亡くなった日とこの長男が生まれた日が一緒なの。だから長男の生まれた日の日に自分が亡くなるというね。でこう Facebook でこうお誕生日おめでとうってなんか言っていいのか悪いのかみんな迷ったらしくて、でこうみんな知ってるからね、お母さん亡くなったけど、この長男はこの日に、何十年前のこの日に僕を産んだんだみたいなのメッセージ書いてて、そういうこともあるもんだなと思って、はい、またね、こう、まあ、みんな息子さんたちが頑張ってるから、今後ね、いい会社が引き続かれていくと思いますけど、ご冥福をお祈りします。はい、この番組では私、日田健に聞いてみたい法律問題、トラブル、その他応援メッセージなど随時募集しております。メールアドレスは 797@fmgino1.com、 797@fmgino1.com です。また FM ギノワンのホームページではユーストリームやツイキャスで映像と音声も配信していますので、そちらも合わせてお楽しみください。さあ、行きましょう。日高司法書士法人プレゼンツ、教えて日田健先生、スタートです。はい、夏真っ盛り、7月ですね。はい、そうですね。もうものすごく夏って感じで暑いし、今だいたいね、あの、みんな昨日一昨日とかね、みんなバーベキュー行ってるの、みんな。あ、友達も、はい、もう本当にバーベキューバーベキューバーベキュー、うん、みんなバーベキューバーベキューバーベキュー、うん、なんか就活とかでよく、うん、このなんだろうな、企業とのマッチング、うん、例えば会社と、うん、この大学生が集まって一緒にバーベキューをして海で遊んでっていう、そういうのやった時に、なんだろうな、そういう就活もあるみたいですよ今。就活、あ、はい、飲み会、まあ、飲み会、昔だったら例えばホテルでさ、はい、そういう食事、会食みたいなのもあったかもしれないし、うん、あ、よ、そういうのが
まあ、バーベキューになってる。沖縄っぽいね。そうなんですよ。今海でこの企業さんと大学生が一緒にバーベキューをして、その中でこの子を会社に取りたいって思ったら、そのまま直接どうですか、うちにどうですかみたいな感じで。あー、バーベキューね。はい、やってるみたいですよ。そしたらさ、その人の雰囲気とかよくわかるもんね。うん、普段の振る舞いとかも見えてくると思うし、明るさとかさ、はい。あー、それいいね。うちもやってみようかな、バーベキュー大会でいろいろ、うん、と思う。で、まあ、バーベキューったらさ、はい、沖縄だったらどこが一番いいかな、どこがいいと思う。私がよく行くのはやっぱり宜野湾のトロピカルビーチとか、あ、うん、あとは糸満のビビビーチとか。あー、なるほど。行きますね、うん、富城もあるよね、うん、あとはアラハもあるね。あ、そうですね、結構近くに。あとキラキラもいいんじゃない。あ、綺麗ですよね。一昨日キラキラ行ったけど、うん、はい、人いっぱいで結構バーベキューやってたね。ビーチパーティーっていうやつ。うーん、ヒロキはどこが好きなの。や、行くんだったら、あ、うーん、でも西原キラキラビーチとか、うん、綺麗ですよね。綺麗綺麗。あざまさんさんビーチとか、うん、あ、南部ね、はいはい、あ、結構よく聞く気がします、さんさんビーチ。お、聞きたいんだけどさ、バーベキューやったらさ、はい、例えば昼間スタート、朝からスタートして夜で終わるパターンと、はい、うん、昼間からスタートして泊まり込みのパターンってどっちがいい。泊まり込みよりは朝からやって、その日で家に帰った方がいい。そうですね、海行ってもう夜はお家で寝る、ぐっすり寝たいです。どっちがいい。ヒロキーも、例えば、はいはい、南部とか北部に行くんだったら泊まった方がいいかなと思ったりするんだけど。あ、すごい遠くに行くんだったら、ね、そうですね、ホテルとかで、ね、まあ、あのペンションとかあんなでもいいよね、うんうん、あと イベントパ、だいたいさ、沖縄のメンバーでバーベキューやってもさ、はい、あのビーチパーティーだけど泳いでる人はあんまりいないんじゃない。え、そうですか。泳いでる人、俺はみんな酒飲んでるからさ、あ、飲み会会場だよ ね、うんうん、だからまあ泳いでもいいけどね、うん、あと日焼けは全然気にならないもんなの。いや、ずっと塗ってますね。上がるたんびに日焼け止めを塗って、ちょっと環境に悪いかもしれないんですけど、日焼け止め塗って上からパーカーみたいのも羽織って泳いでます。あ、そうなんだ。はい、もう焼きたくないなと思って。あ、男の人でもそうだけど、女の人なんか今さ、もう顔面タオルで巻きまくって歩いてる人とかいるでしょ。いますね。カーディガンとかこうやって上からかけて、うん、こうやって歩いてる人もいます、ね、そうそうそう、全部この見えるところを隠して、うん、道路歩いてる子とかも、そうだよね、いますね。スパイダーマンみたいな格好になってる人もいるから。はい、そう、やっぱ日焼けか、うん、まあ、あと余興だったら、余興っていうかイベント、どんなのが好き。例えば、うん、イベント、うん、ゼントエイサーとかよく行きます。あ、いや、バーベキューの会場で。あ、バーベキューの会場でのイベントですか、うん、やっぱりビーチフラッグとか。ビーチフラッグって何。旗を砂浜に立ててみんなで走ってわーって取るやつ。あ、なるほどね。とかスイカ割りとか好きです。スイカ割り、そうだね、あの、うん、特に子供がさ、はい、スイカ割りは面白いよね、うん、割り切れなくて悔しくて泣く子とかさ。かわいい。大泣きされたりとかさ。はい。そうそう、そういうことあったな。困っちゃいますね。そうそう、そういうことあったな。へえ。ヒロキ、なんかいいイベントある。イベントというか余興、あ、楽しみ。余興、あの、遊び、ビーチでの。そうそう。やっぱりビーチバレーかビーチサッカーとかじゃないですかね。あ、ビーチバレー、ビーチサッカーね。いいですね。いいよね。うん。あ、俺とか理想だけど、まあ、なんていうの、ジェットスキーとかさ、あんなのできたらいいなとか。ウェイクボードとかさ、うん、とか自分が運転してこのバナナボートとかをさ、うん、やれたら ね、 いいよね、うん、これ自己所有みたいになってけど、あれ結構管理するの大変なんだよね、うん、でも自分でさ持ってて、じゃあバーベキュー行こうぜって言ってブーって運転してさ、この宜野湾マリーナとかに置いててさ、はい、発信してから、みんなバナナボートでみんな乗っけてヒューってやったらさ、うん、超いいよね、なんか爽快ですよね。うん、自分の運転でみんな楽しんでるぞみたいな。そう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 。それでブイブイやって、ウェイクボードとかもユイユイやって、うん、でまた肉食べてみたいな、うん、超楽しそうじゃない。いいですね。うん、で子供たちが、子供たちはスイカ割りやって、うん、負けた人は泣いてると。スイカ割りとかもいいしね、子供たちの遊びも面白いよね、うん、あのかけっことかやっても面白いし、砂浜でね、うん、ヤドカリとかよく撮ってました、私ちっちゃい時。
ヤドカリ。そう、そうなんですよ。もう遊ぶの好きでバケツにいっぱい友達とかとヤドカリを集めて、うん、持って帰りはしないんですよ、うん、ちゃんとその日で返すんですけど、その日1日飼ってるみたいな。ヤドカリを。そうなんですよ、ペットが欲しくてたまらない時に。あ、ヤドカリか。確かにな、あの、まあ、ヤドカリもいいよね、はい、俺はね、あれが、あの砂の中に人埋め込んでさ、あ、埋めて顔だけ出してさ、はい、で意地悪で 鼻だけこうなんか、ね、あの毛みたいのでもじくってくしゃみさせてさ。動けないから。そう腕も全部中に入ってるでしょ、はい、だから顔だけ出てて、あの 鼻だけこう草でちょこちょこってやってくしゃみしてからね。めっちゃやだ。そんな感じだね。だから夏だもんね。やっぱり沖縄の夏ってやっぱいいなと思う。綺麗だしね。まあ、暑いけど、うん、あ、超暑いよね今。だって今年なんかもしかしたら40度どころじゃなくて50度いくんじゃないかみたいなさ、異常気象だから暑いよね、うん、台風もできないですしね。最近やっと1号できたっていうのが、うんうん、遅いんでしょう、うん、異常気象だよ。東京なんか50度40度超え、今40度超えるんじゃない、でしたら50度超えもあるぞみたいな、ね、大変だ本当に。これはもう紫外線対策しないと、みんなやけどで。そうだね、大変になりますね。もう暑いし異常気象も大変になるじゃない、うん、まあそういう時代なのかなと思ったりするけど、うん、じゃあ夏の歌って言ったら、まあ各自出し合っていこうかな。マッキー夏の歌ったら何を。オレンジレンジですかね。オレンジレンジなんていうの。ロコローションとか。ロコローション、うん、ヒロキは。僕は前ラジオで、うん、あの2人のアイランドって曲かけました。あーあーやーいですか。あ違う。ああうん、そうだそうだ、うん、夏ってこう夏ってですね。懐かしい。それあでもかけたんでしょ。あかけました。かけたっていうか、まあ一応自分がやりたくてかけたんですけど。あ、はい、俺はチューブの夏だねとか。あチューブ、うん、あ夏休みとか、はいはい、あ夏休みってあるっけ。あありますあります。チューブ知ってる。知ってます。夏はやっぱりチューブじゃない。いや古い、あまり聞かないですね。サザンとかも聞きます、ね、サザンの夏は何かな。サザン津波とか。ああ津波、うん、なんかもっとなんかパーティーみたいな歌ありますよね結構。うん、でもやっぱりチューブだよ。チューブ、あ夏休みあった。チューブあります、はい。じゃああ夏休み、もうまだ夏休みじゃないからやめとくか。夏の思い出も、あのあケツメシ、ケツメシ夏の思い出もあるけど、夏の思い出もこれからじゃない、うん、8月ぐらいじゃないと。終わりの歌かな、うん、8月ぐらいの歌かな、うん、8月ぐらいだよ夏の思い出もね、はいはい、あ夏休みも7月20日ぐらいでいいじゃないの。7月20日ぐらいにあ夏休みで、うん、で8月20日ぐらいに夏の思い出、うん、で今はオレンジレンジにしようか。はい、オレンジレンジのなんだっけ。うん、じゃあお願いします。はい、OK です。じゃあいきます。めっちゃ緩い。いいですね、この緩さ。あれもいいかなと思いました。 T シャツで海入りますみたいな歌、うん、話です。沖縄だけじゃないですか。そうなの、うん、沖縄だけなの。沖縄だけみたいです。だいたい水着着てるのは県外の観光客です。ビキニとかは持てなかったです、はい、T シャツ、うん、ああ普通じゃない。見たことない。学校あってそのまま海行って海眺めてるだけじゃなくて T シャツでそのまま入っちゃうみたいな、うん、結構あります。ノリで濡れたまま帰るとか。あ、それってあれ。着替え持たないで。何だったっけ。あ、それは遊びで。遊びでだよね、うん、遠足とかの仕方。遠足とかは絶対入っちゃダメって言ってるけど、必ず入るやつが一人で正座させられる。みんなで怒られるって。絶対ある。で、これで歌が終わるのがいい。疲れてるってなんか試験のあれが気持ち的に、うん、
さんの話をしようか。憲法改正で何年じゃん。まだ中学校18歳からですもんね、成人。もう22なんでしょ。そうです、2年ぐらいは選挙権行けんしてます、一応一応一応さあ、たくさん吉本から来てるんだよね。つかさんですか。はい、吉本は向こうで流してるんです。向こうで収録してるの。いや、向こうで生でやってます。電話回線つないでこっち持ってきて、それをここに入れて流してます。何時から？5時からです。5時から？5時から1時間、はい、ちょうどこの時間。10秒前です。9、8、7、6、5秒前。時刻は19時18分を回ったところです。はい、ここでですね、教えて平田健先生法律相談のコーナーです。はい、ですね、近々、大きな選挙が控えておりますけども、はい、7月10日、うん、7月10日、うん、はい、何の選挙ですか。参議院議員選挙ですね。おー、よく知ってますね、はい、で参議院っていうのは、はい、もう一個グループがあるんだけど、もう参議院ともう一個のグループを何というか知ってますか。はい、衆議院。そうそうそう、衆議院ですね、はい、衆議院と参議院が合わせて何というか知ってます。2つ合わせたものを国会議員。そうそう、国会、国会ですね、はい、参議院と衆議院が合わさって国会という組織を成しています。はい、国会は何をするところか知ってます。国会のお仕事。憲法を作るところ、うん、憲法を作るところにちょっと近いけど、はい、似てはいるんだけど、法律を作るところだね。法律を作るところ。憲法は法律のもう少しちょっとレベルの上の段階の法律で、国会とか、を抑えてる法律なの。国会とかはどうやって作るのと、衆議院と参議院で作るよと。で、国会は法律を作るところだよっていう、この国の政治体制を決めてるのが憲法で、憲法は国家権力とか政治家たちを決めつけてるルールなの。で、今回行われる参議院選挙は、参議院と衆議院、ごめん、今回行われる選挙は参議院と衆議院のうちの参議院選挙。はい。はい、で、なんで2つ作ってると思う？あれじゃないですか、衆議院が悪い方向に向かないように参議院が見守って、うんうん、お互いそういう関係なんじゃないですか。いい意見ですねそうそう、そういうことなのね、はい、つまり一つのグループだけで決めると、うん、この一つの仲間たちで決めたことに傾くじゃない、はい、同じ仲間同士で決めたこと一つの、うん、例えば A チームだけが決めたら、 A チームの仲良しの人たちが決めた
ルールだけができて法律だけができてしまうよね、うん、これおかしいんじゃないかっていうチェックする機関がやっぱりあった方がいいよねと、監督するなりチェックするなりだってバランスを取った方がいいよねっていうことで2つ置いてるの。それが参議院なのね。で今回行われるのが参議院総選挙なの、うん、で参議院はねちょっと本当に衆議院をチェックする機関として期待されているのね。だから良識の府ってさちゃんとチェックする機関だとしてちゃんとこの衆議院がきちんとやってますかっていうことを測ることのできる組織だから良識の府だとして言われるのね。良識のちゃんとしたチームだよねと、監査できる監視できるチェックができる人たちが集まってるよねっていうのが参議院に期待されているところなのね、はい、けどだよ。けど参議院のメンバーって誰が強いと思う、はい、強いところを与党って言うじゃない、はい、弱いところを野党って言うけど、はい、与党を占めてるのは誰だと思う。自民党ですか。自民党、はい、衆議院議員も占めてるのは自民党。そうすると結局はあれですね、うん、もう自民党の独断上じゃないけれど、うん、そう同じ仲間だけが気の合う仲間だけが組織してるじゃない、うん、はい、そしたら2つ分けている意味あんまりなくないみたいな、うーんっていうのが僕は思うわけ、はい、うん、結局今話したように国会は、衆議院と参議院で決めて、で2つ分けてグループ分けしてるのはお互いでチェックし合った方がいいよねと、お互いこうチェックしてお前おかしいんじゃないか、いやあんたの言ってるのはちょっと直した方がいいよって言い合ったらいいんだけども、けど結局は同じチームじゃないの、同じ自民党政権でこうやってるんだから、お前ら本当に物言えるのかって言われたらさ、うん、同じ仲間だったねじゃんじゃんってなるから。確かにそうですね、うん、ただやっぱり一応ね分けてチェックしちゃってねって期待してるのが今の日本国憲法の体制ではあるから。で今回はとっても大事な選挙になるので、いろんな問題点が、はい、沖縄でいったらこの、普天間基地辺野古移設の問題もあれば、はい、あれば、まあ、福祉の問題もあるし、うん、憲法の改正の問題もあったりだとか、いろいろ課題は一個テーマが1個だけじゃなくて、いろんなマニフェスト、こう今回の選挙で私たちが選挙を通ったらこうなりますっていう約束事があるから、うん、選挙に立候補した人が国民たちに、自分が政治家に参議院になったらこういうことやりますよって約束するから、そういうマニフェストを全部分からなくてもいいんだけども、ちょっと読んで大体この人だったら頑張ってくれそうだなっていう人に行って投票した方がいいし、うんうん、まあとりあえず一番まず先っちょは一番最初に言ったのはやっぱ関心を持つこと、はい、がとっても大事かなと思います、はい、そうですね。しかも18歳から今選挙行けるので、うんうん、この18歳の高校生まだ若いけれど、うん、ちゃんと一票の自分は持ってるんだっていう、うん、政治に参加するぞっていう気持ちでいてくれたら嬉しいですね、うん、特にね日本は、うん、もう一人一票っていうの固まってるの。つまり、偉い人も偉くない人も一人一票、はい、税金いっぱい納めてる人も一人一票、うん、何でも一票で、うん、だからみんな一人として尊重されるから、この一人の意見っていうのは大事なんだよということで、うん、はい、今日もね時間来るのあっという間ですね。あっという間30分過ぎるの早いです、はい、そうですね、あっという間になってきました。はい、はい、そろそろお時間です。実際に日だけに相談したい見たいという方はぜひ一度事務所の方までお問い合わせください。場所は宜野湾市王者のモスバーガー裏レキオススクエア宇治泊の2階になります。1階は au さんなのですぐ分かると思います。電話番号は 098-917-4905 098-917-4905 です。相談は無料となっております。 Don't worry be happy 安心というキーワードに向けて、日高司法書士法人プレゼンツ教えて日高健先生、お相手は日高健こと司法書士の日高健一とJD マッキーでした。See you next week. Bye bye.